はい、皆さんこんにちは。ドクターマッスル、羽田です。今日はですね、肩インナーマッスルトレーニングと肩甲骨について述べていきたいと思います。肩の痛みの予防、肩の安定性向上に肩のね、インナーマッスルトレーニングは欠かせない要素となるんですけども、そもそも肩のインナーマッスルとは主に4つですね。棘上筋、棘下筋、肩甲下筋に小円筋という4つの筋肉を指します。で、この4つの筋肉を総称してローテーターカフと言ったりするんですけども、もっとね、細かく言うと、この肩甲下筋が主に3つ、腱があります。筋内腱ですね。で、棘下筋が2つ、筋内腱がありまして、後ろが棘下筋2つ、小円筋の3つで、肩を保護しています。で、前は、前方は肩甲下筋が筋内腱3つ、肩甲下筋の上部、中部、下部と分かれて、前方は3つですね。で、棘上筋を上から支えている。上から安定させているってことなんですけども、このね、肩のインナーマッスルトレーニングを、例えばこうやって、このファースト後の外旋とか、このセカンドでのこう外旋とか、いろいろあるんですけども、これはね、棘下筋のカーブですね。で、こっちも肩甲下筋と棘下筋にまで分かれるんですけども、そもそもこの肩のインナーマッスルトレーニングするときに、肩甲骨のポジションがすごく大事になります。で、ここに挙げてるんですけども、肩甲骨が下方回旋。肩がこっちのね、肩のこの肩峰っていうところが下がって、肩峰が下がって、こういうね、下方回旋になってしまっていると、そもそも、どんなね、肩のインナーマッスルトレーニングを横向きでこうやってやったりとかしても、そもそも働きづらいんですね。で、逆に、こちら。肩甲骨の上方回旋。上方回旋のポジションに肩甲骨があったら、あると、逆に、今度は肩のインナーマッスルの働きが高くなるんですね。こちらの下方回旋のポジションでは、同じ運動、肩のインナーマッスルトレーニングをしていても、肩の、ね、インナーの出力が低下してしまいます。同じ動きをしても低下する。逆に、こっちの上方回旋のポジションで動かすと、筋出力がそれだけで増すんですね。なので、いくら下方回旋位で、こちらの下方回旋位で、インナーマッスルトレーニングをしても、すごくね、効率的ではなくて効果的ではなかったりします。全然肩 の安定がないとか、動きなんかグラグラするとか、肩の痛みが取れないっていう方も結構多いんですよね。そもそもそれは肩のインナーマッスルトレーニングしていても、肩甲骨のポジションが悪いために、肩のインナーマッスルがちゃんと働いてないってことですね。フォームができてないってこと。なので、肩甲骨を大事なのは、上方回旋のポジションにしっかりと持っていくポジションで、トレーニングを肩のインナーマッスルトレーニングしていくことがすごく大事です。では、肩甲骨の上方回旋、どうしたらできるのかというと、これは主に4つの筋肉ですね。僧帽筋の上部、下部、で、中部、そしてもう一つ前鋸筋ですね。前鋸筋。この4つの筋肉によって、主に肩甲骨の上方回旋が作られます。で、これ、上方回旋といっても、この今4つの筋肉、僧帽筋、上、中、下で前鋸筋が大事なんですけども、この4つのバランスが大事ですね。バランスフォースカップル機能っていうんですけども、このフォースカップル。一緒にこの4つがバランスよく働くことが大事で、例えば、僧帽筋によくあるのは、上部と中部。上部がすごく頑張りすぎちゃって、下部と前鋸筋が効いてなかったもダメです。なので、この僧帽筋の上部、中部、下部、前鋸筋の4つがうまく、バランスよく協働して、協調して働きながら、上方回旋に持っていくっていうことが大事なんですけども、このバランスを整えつつ、上方回旋にまずは持っていく。肩甲骨を上方回旋のポジションに持っていくんですね。こちらの上方回旋。で、そのポジションの中で、肩のインナーマッスルのトレーニングを行っていくっていうことは、すごく大事になります。はい。なので、肩のね、インナーマッスルトレーニングをしていても、全然肩のね、痛みが消えなかったりとか、まあ、不安定性、グラグラして、なんか、ポキポキ鳴るとか、そういうことがある場合は、肩甲骨のポジションを、まあ、脱いでね、誰かに取ってもらってもいいですし、ポジションをね、ちょっと強化を左右差で確認したりとか、ちゃんとチェックしてみる。手を上げた時のこの肩甲骨のポジション。と下がった時。通常ね、手を上げる、ここら辺の180度を上げると、肩甲骨は中間位から60度ぐらい上方回転しますし、このね、手を上げた動きとかっていうのを見るのもすごく大事。まあ、こちらの、ね、動きに関しては、また詳しく述べていきたいと思います。今日は肩のインナーマッスルトレーニングと肩甲骨の配列、アライメントについて述べました。
要約すると、肩甲骨のポジションが下方回旋位では、下方回旋位では、肩のインナーマッスルの出力は低下して、逆に肩甲骨の上方回旋のポジションでは、肩のインナーマッスルの出力が増加するということですね。とても肩甲骨のポジションが大事ということです。はい。では、今日はこれで終わりにしたいと思います。またお会いしましょう。さようなら。